これは人生の本当の意味を探し求めたある王子の物語。シカゴやキャバレーを手掛けた振付家ボブ・フォッシーのダンスにサーカスアクロバットを取り入れ、2013年トニー賞4部門に輝いた傑作ミュージカルピピン。ピピンは何度も見たわ。フォッシーのダンスとそこから生み出される全てが誘惑的だった。2015年には来日公演が実現。2019年には城田優、クリスタル・ケイラ、実力派キャストが出演した日本語版公演が開催され大熱狂を巻き起こした。そして2022年夏、ついに日本語版ピピンの再演が決定。ピピンにサーカスを取り入れるアイデアは本当にうまくいくのかなと思っていました。でも結果的にはアクロバットによって物語に大きな厚みが出たと思います。演出とストーリー、ダンス、そしてサーカスが細切れにならないようお互いをうまく溶け込ませることが我ながらうまくいったと思うわ。物語はある国の王子に生まれ、何一つ不自由ない人生を送る主人公ピピンが本当の人生の目的を探し求める葛藤をユーモラスに描く感動のスペクタクル。ミステリアスな陰謀、心温まる笑いとロマンス、奇想天外なイリュージョンに満ちた一生忘れられないドラマが幕を開ける。今回主演に多方面で目覚ましい活躍を見せる森崎ウィンを迎え、初演時に読売演劇大賞優秀女優賞を受賞したクリスタル・ケイ率いるサーカス一座が再び集結。世界中で活躍するアクロバットプレイヤーたちも来日し、見る者全てを魔法の世界に誘います。東京公演は2022年8月30日から渋谷東急シアターオーブにて、大阪公演は9月23日からオリックス劇場にて開催。これを見ずしてエンターテインメントは語れない。